つも通りなんですけど、多分黒着てるから白く見えるのかも。こんばんは。ってことで材料も手元にあるんですよ。いろいろ用意しました。今回いろいろありすぎるぐらいちょっといろいろ用意してみました。やけどね、全然大丈夫だよ。健康を昨日即冷やしたおかげです。やっほー。はい、ということでちょっと思った以上に買ってた。ちょっと待ってね、見せます。今材料を買ってきました。例えばそのこのネックレスのチェーン部分だったり、あとはねブレスレット作る用のなんかブレスレットだなんかのや元のやつとか、あとはビーズもいっぱい買いました。ピンクが好きなので薄いピンクと、あとなんか水色も綺麗でした。これもピンクだ。ネックレスとあのブレスレット作りたいなと思って。でこれは白かな。でこれはなんか元々からこうチャームになってるやつ、ちっちゃいんだけど蝶々。これは星と、あとはなんか組み合わせて作るんだけど、なんかキラキラとかと、あとはこれもキラキラと、なんかキラキラを支えるやつと、これもキラキラ。あとは私これずっと前から持ってたビーズ、ちっちゃい頃にビーズアクセサリー作るの好きでこうやって集めてたやつがあるので、それも一緒に使いつつ、これなんだろう、ここにも器具がありますね。この辺とか器具あります。でこれら辺を使って作っていきたいなって思ってます。今日作るのは2つ、ブレスレットとネックレスを作りたいと思います。この辺にもいっぱいある。ごついのじゃなくてなんか可愛いシンプルなやつを作りたいなって今回思ってます。これもビーズだ。こんばんは。よいしょ、いっぱいビーズありますけども、この辺一個出ちゃった。この辺とかもビーズいっぱい貯めてて、渋い色多いですね。昔の私どんだけ渋い色好きだったんだよって感じなんだけど、こっちは今日使わずにと。まずはどっちから作っていこうかな。ネックレスあっていいや。ブレスレットがすごく欲しくて、なんか自分で作っちゃえと思ったの。これがなんかワイヤーブレスレットっていう部類に入るんだけど、もうここに糸通すだけよ。要はもうさ、ワイヤーでさなってるから、開けますね。あ、なくさないようにしなきゃ、ちっちゃいものとか。もうこういう風になってるので、ここにビーズ通してこう腕につけられるよっていうのを作っていきたいなと思います。サイズ調整もねできやすいんじゃないかなって思って買ってみました。あー、なんか本当にビーズでなんかするの、ビーズでなんかすることが久しぶりなのでちょっと怖い。作ったことない、すぐ作れるのすごい。なんか昔あのビーズ
ってなんか手芸するのがすごく好きで、よくブレスレットとかネックレスとかキーホルダーとか作ってました。それなのでちょっと久しぶりにやろうかなって思ってみます。ちょっとまずは使わないビーズを端に追いやります。あーやばい、あの飲み物こぼしてくれした。使わない、今日は使わないビーズをね。そうみんなきっと森永は焦ってすぐビーズとかぶちまけそうだなって思うじゃないですか。私もねビーズとかぶちまけそうだなってすごい今怖い気持ちなので、これちょっと稲妻イレブンの私が一番ハマってたシリーズ、稲妻イレブン GO ですね。私の推しはここにいる進藤くんと桐野蘭丸くんとフェイくん、この3人を主にすごい激推ししてたんですけども、なんか食べ物入ってた、飴入ってるのかな、それのカンカンがねずっと残ってるので、それをちょっと大何入れ物にしてやっていきたいと思います。まずはなんかいろいろ買いました。ビーズパールを買いました。2パターンなんですけど、ちょっとこれ画面では伝わりづらいんだけど、ちょっとねキラキラしたパールなので、これはノーマルパール。そう稲妻ちょっと推しが多かった。でも一番推してたのは進藤くん、その中で一番もんは進藤くんかなって感じ。充電ケーブルね、充電ケーブルマジ引っ掛けそうだから怖いね。そう進藤くん推しでした。うちは圧倒的に進藤くんでした。でもみんな好きよ、みんな好きなんだけど、これブレスレットじゃないんですよ。もうこれでブレスレットでいいやんって私も買った時に思いました。でもなんかこれはこういう状態で売られてるビーズ、ちょっとまずはこっちは一回置いとこ、あのいっぱいブレスレット作れるにしたから、まずこっちのやつを使っていきたいと思います。 DD ではないんですよ、誰でもってことじゃなかった。でもいいキャラいっぱいだなと思ってましたけども、まずはなんかワイヤーで留めてあるっぽいんで、ワイヤーからこのこれをですね取り出そうと思います。よいしょ、ちょっと待って、あぶちまけそう私これ、あいけそう、はい今言ったのでこれを、え怖いビチビチビチとかいきそう、あ怖い傾けの声乗せていきたいと思います。よいしょ、まず1個はなんかこうラブリーな感じでちょっとこうパールとかも入れて、ちょっとこうきれいめなところにもつけていけそうな、えあこぼした、もうなんでこぼれる、どっからこぼれた君、こわこわ、あこれあれか、必要な分だけ取りやっていうことができんのか、ワイヤーなので謎にドキドキする声かな、それかも、それかなんちゃらドキがドキドキ、ちょっと息切れはぁはぁはぁ、なんだか頭が冴えないの、そんな時にははい休診ですよ、俺らの休診、ぶちまけね、うちまじすぐぶちまけるから。でもなんか謎のルートから出て行かれました、先ほどのパールは。なので裏切られちゃった感じがしますね、なんか闇の陰謀を感じる感じでした。よし、まあいいや、ちょっと残しておきたいと思います。全部こう出したらもったいないかなって思ったので、こうやって
ておけばいいらしい。こんばんは。そう、謎のルートってなんだって、ほんとそうだよ。こんな感じで保存しておきたいと思います。ああ、これ邪魔だな、こっちに置こう。俺らの休止なので。そしたらまずはチャーム部分を作っていこうと思います。なんかこの見てください、特殊な形のハート、そしてすっげーキラキラしてるハートにをここにはめます。うわ、接着剤とかあった方が良かったんかな。今度買ってこよう。まずはお互いを出します。はい、綺麗なハート、これをここにはめ込むんですね。はめ込みますが、ちょっとじゃあ器具を使いましょう。ああ、紙袋がまあいい、後で片付けます。こちらペンチ的な、ペンチじゃないけど、こちらをのこのトゲトゲの部分をちょっと広げ、若干広げます。広げまして、これを広げましたので、はめ込みて、はめ込める、これサイズ合ってる、これでいいの、このサイズ、このサイズでいいの、パカパカ浮いちゃうけど、まあいいのか知らんけど。で、多分ここで覆っていくんだと思います。よいしょ。これなんか小さい頃買いました。ちょっと待って、なんか想像と違ったけどいいのかな、これで。やばいぞ、なんかなんかやばい気がする。よし、このまま、ちょっとごめん見えんけど、ごめん、ここ突起部分を丸めて、よいしょ、なんとか止まりそう。こんばんは。ただいま手芸をしております。あ、いけました、多分。よいしょ、ここも折り曲げてと。はい、これでね、このハートのキラキラをこの台座に固定することができて、見えるかな、この丸い穴に金具を通してブレスレットにつけることができました。できましてないです、まだ爪邪魔っす、マジこれね、あのね、本当にマジ見た目だけ、ネイルってマジ見た目だけ、生きている上で絶対にしない方が私はいいと思う。バチコリ邪魔、本当に邪魔です。なんでじゃあネイルするんですかってなると思うんだけど、ネイルが好きだからしゃあないんです。はい、ここにねパール出したんですけど、こういう色とかも出していこうと思います。そう、うちはね爪はね本当に必要ないならねしなくていいと思いますが、私がおしゃれのためにしたくなっちゃうっていう、そういうまあ乙女心っていうか、
そんな感じです。見てるだけのに来てもしまう。森永やらかしがちだからね。おこんにちは、ザスザス。ちょっと全部同じビーズのとこ出すとごっちゃりそうなので、もうなくさないように、いろんなとこの囲われてる部分に出していこうと思います。今日使っていきたいのは、あ、竹原さん花束ありがとうございます。はい、おめえ花束ありがとうございます。まずですね、このちっちゃいピンクのビーズ、それと同じ色のちょっと大きめのビーズと、こちらパールですね、ちっちゃいですけども、とこちら透明のビーズと、できたらこのね、見えるかな、これ普通のビーズじゃなくてガラスのビーズなんだけど、なんかビー玉ってめっちゃ熱した後にお水かけるとビー玉の中がバキバキバキって割れて、すごい綺麗なビー玉ができるじゃないですか。その要領で作られたこのビーズがあるんですけども、それもちょっと使えたら使っていきたいなっていう感じですかね。試しにやってみよう。通んのかな、そもそもこれ。うわ、これ通らん気がする、この穴に。そもそも、あ、やらかしましたね森永。これこのパールがここに通りません。おっと、早速か、早速やらかしたか。そもそも他は通るわ、これは通るわ、これ通るわ、これ通りますね。やらかしましたね、完全に。森永、あれ、森永、あれ、やらかした。まあいいえ、行ってみましょう。ビーズはいっぱい、他にもいっぱいビーズあるんで、あるね、何もね。マジか、これ通らんか、ちょっと無理やりにでも通せぬか。うわー、ちゃんと穴見てくれればよかった。通りませんでした。他はやっぱビーズがちっちゃすぎるとさ、通らないのかな、穴。予定変更していきましょう。そう、パールの通す部分の穴っていうの、ビーズの通糸通す部分の穴の大きさと、このワイヤーの太さがあれで、やっぱちっちゃいの通らんか。うわ、今度別の買ってこようっと。まずはじゃあできることからやっていきたいと思います。こんばんは。まずはこの辺通してみようと。待って、これも通らない、嘘だ。え、通したい。うわ、無理じゃん、泣いた。ちょっとじゃあ試しに、これは通る、ギリギリ通りました。いろいろ交互に通してやってみよう。いろいろあるからさ、いろいろあるから、うんね、大きいのだとハート付きの数珠っぽくなりそう。確かに、でも可愛くない？ほら、これだけで普通に可愛くない？あ、間違えちゃった。ブレスレットを作っています。ちなみにね、あのテロップに書いてあると思います。あぶね、よいしょ、ね、よくね、これで。え、いいやん、結果オーライやんって思ってきちゃったね。いい感じ、まあね、これ多分作り直しが効きそうなので。ネイルが目立つね、ネイルがゴリゴリなんで今。こんな感じで
ね。真ん中くらいまで行ったらチャームを通していきたいから、もうまだまだだね。通しましょう。こうなんか小さい頃はこれのなんか透明な糸、テグスって言うんですけど、透明な糸を使ってこうブレスレット作ったりしてました。結構本格的なの作ってたんよ。もう全て大破してないんですけど、割とねすごいなかなかいいのを作ってて、あ、ちょうど真ん中ぐらいまで来たんで、でもチャームの周りだけちょっとビーズ変えたい気がするな。何にしようかな。でもこれでいい気がしてきちゃったかな。なのでこれをここに通すためのものを作る作業に入るんですけど、先器用なんですよ実は。焦るとねダメなだけなの、うちは。焦るとやらかすだけ。このね、通称見えますかね、マルカンというものがあるんですけども、こちらがねこう何て言うかな、針金を丸く丸めたやつなんだけど、これをねこちらの2つでビッと広げると穴ができますね。これを通してまた元に戻すと、ちょっともうちょっとよいしょ、戻すとですねこうチャームができるわけですよ。イエーイ。これをさきほど作ったやつ、あ、ただ落としただけです。ただ落としただけです。ここにこうしまして、また再開するけど、でもやっぱなんかこことここの間なんか欲しいな。ビーズ探してみよう、なんかあるやつ。めっちゃ緑とか使ってるんだ、うち前に。白いのあるわ、白いのある。これか、透明、あ、ミルキー、あー迷いますね、みなさん迷いますね、みなさん迷ってますね。冷たうねね、いい感じ。ちょっと待ってね、これここにもビーズ入ってるんだけど、ちょっとこれ結構満タンに入ってるから、おー、この中にいいのないかな、なんか。これとかは？ウェイ！あ、入る入る。ちっちゃいビーズがなんか入りそうなので。いいね、君のサイズ。これを通してと。なんかこの、こんばんは、今アクセサリー作りしてます。このちっちゃいビーズが通りそうなので、おお、あ、ちょっと待ってください、すごく難しい。こんな感じでできた。どうしよう、これこのまま、また、あ、通っちゃった、やっぱ違うな。優柔不
普段でごめんなさい。多分ね、うちとご飯行く人はね、あのメニュー悩むのをね待つことになる。色味欲しくないね、なんかそれなーなんだよね。でもこれぐらいシンプルだとつけやすいし、私が持ってるブレスレットがピンクのレザーのやつなので、あ、そう、自分用です。こういうビーズのが欲しくて、ちょっともうなんかメルカリとかで買うのも面倒いし、自分で作ろうと思って。何がいいかな、入れるなら。これ入んないのかな。ではどうしよう。そのまま一回通してみようかな。そのまま一回通して、まあ何回かやり直せるタイプなので、きっとこれはいろいろ作ってみてニュアンスで決めていこうかなと思います。あ、もう一個ピンク通してからにしよう。これが白いから足りるかな。ビーズ足りないに、いや、いける。これしてよいしょ。こんな感じで、あ、いいのでは、あ、かわいいのでは、いいのでは、森永さん。こちらをちょっとね、怖いですね、やっぱりこう先っちょがこう近寄ってきましたので、こぼしそうで怖いです。よくあの糸っていうの、そのこういうアクセサリー作り用の糸でビーズやってた時に、こう最後の方まで来るじゃないですか。でこの辺までこうビーズがあって、ここ端っこでこもってさ、こうギリギリのところで作業してる時に手が滑って、もうブラ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 みたいな、わかりますか、あの全部台無しになる、そういう経験があるんで、ちょっと気をつけてまいりたいと思います。落ち着いてね。森永の一番できないことと言ったら落ち着くこと。精神統一、精神統一、精神統一。まあでもこれは針金みたいなワイヤーだから、こうなんだろう、ちょっと落としてもまあなんとかっていう感じであるけど、全然まだまだやん。ここだ、夏に合いそうなね、透明感があります。あ、こっちが表か、ちょっと待って、変に持ったらこぼす、私がそういう女だ。あとでちょっと持ってるブレスレットのとこも一緒につけてみたり、ちょっとやっぱこういう期間ってめちゃくちゃ手芸とかこれ作りたくなっちゃう。いつもネイル、ネイルも夏っぽくて似合ってる。ありがとうございます、山田さんに褒められたネイルです。爪いいねって言われた、 LINE で爪いいねって言われたネイルです。よいしょ。これ留め具がこれなんですけど、留め具していいのかな。あ、怖い、うわ、マジ今やらかし寸前。これでいいの、え、留め具どうなってんの、これ、この留め具怖い、怖い、落としそうで怖い。どういうこと、この留め具、ただやっただけじゃ
この留め具はどうやったらいいか分からん。爪に、あっぶねー。くるくるすんのかな、止め。ちょっと分かんなくなっちゃった。止めはめてくれた男性、個人的にめっちゃポイントね。なんか、あ、気にしてんのを気にしてくれたんだなって思う。こんな着たらメンバーにネイルする動画とかどう。うち人にできるかな。ジェルネイルなので、これそう、ちょっと怖いんだけど、完成目前にして機器、これをどう使ったらいいか分からない。説明も書いていない。待って、ちょ考えてみます。カジさんネイル大失敗した。私もあの中学生の時から練習してできるようになりました。練習あるのみですね、ネイルって本当に。あ、待って見て、危ない、ほらここ、交互じゃない、失敗してた。気づいてよかった、やらかすとこだった。こういうこともありますね、気づかないでやってたら泣いてたやつっていう。危ねえ危ねえ、焦りました。まあどっか行った、落ち着いてね。小々になってた、大小じゃなかった。あーあおひー、これでいいのかな。言ってるんですけど、わかりません。サビナガシゲで昨日すごい、そんなことないですよ。え、これ何？何が正解？これは何が正解？これどうなってる？え、なんか接着剤とかを、でもこんなさ、こんな細いところにさ、接着剤奥に入れてくっつけとか無理じゃね？なんか、ん？音がするたびに拾ってあげたくなる。森永、頑張れ。どうやってんだろう。はみ出るね、ね。あ、ん？どうなってんだろう。ググろう、ググりましょう。なんでうちは、ちょっと待ってね、ググろう。ちょっと待ってね、ワイヤーブーレス、止め方ありました。これじゃない、あ、乗ってそう。今さっき書いてあったのは、爪楊枝の先に接着剤をつけて、この穴のとこにつけてくっつけておく。だったんですけど。
と接着剤は、え、でもさ、ちょっと待って、見てほしい、みんなに。これここにさ爪楊枝刺せんのかな、ギリギリ。そういうこと？ちょっと際製作所さん、あたいに、あたいに教えて、あたいにちょっと作り方を教えてほしいんだけども、あ、ちょっと YouTube があります。グルが持ってないんですよ。あれが持ってない、レジンが持ってます。マニキュアはね、多分そんな硬いもありません。ちょっと YouTube 見ますね。ありました、なんか動画。でも使われてるやつが違う。騙された、接着剤がいるレジン。なんかうちこの中に接着剤止めんのかと思ってたら、ここの先に接着剤をつけてブチってやるらしいのよ。うち接着剤最近捨てたの、もうつけまえばと思って。うわー、あの時の私、ちょっとこのボックスに入ってる可能性が高いやつ、ちょっと見せてください。お父さんね、持ってないと思う。接着剤使うのうちくらいしかいないから。やらかしましたね、森永さん。やらかしましたね、大変。あ、でもあれならある、ネイル、ネイルグルーガンって言って、なんか接着剤、なんか付け爪をつけておくやつならある。ちょっとやってみよう、それで。ちょっとどれだ、同じようなもんなんですよ。お父様多分ね持ってないです。お父様はね持ってないの。接着剤のようなもの、よいしょ。あれ、私ブレスレットだけあった。これを試しにやってみようと思います。この先端に、匂いはね、もう瞬間接着剤なんですよ。いっぱいつけておこう、とりあえず怖いんで。全然つかん、いっぱいつかんぞ。すごい、あの独特なあの接着剤のツンとする香りが。こんなついたらいいんじゃない？ね。
結構これほら水にも強いからネイルのやつのために、あビーズにちょっとついちゃうけどこれでいいんかな、いっぱいちょっとつけちゃった、どうしよう、なんか拭き取ろう、ティッシュ、ティッシュ向こうだ、竹串ならあるはず、ちょっと拭き取ろうと思います。やばいやばいやばい、つかなくていいとこに接着剤ついた、あはい、ちょっと拭き取ったのでちょっとこことくっついちゃいそうなんです、ここがこうやってちょっとくっつかないようになんかなんかしておきたいですね。ちょっとこう。あ、ここにオランジーナのペットボトルが。あ、いいですね。くびれ。くびれを利用してちょっと固まるのを待ちたいと思います。いいんかなこれで。まあ、固まらんかったらその時っすわ。でほらかわいいペットボトルみたいな、かわいいペットボトルになっちゃった、はい、はい、ボケは終了します。これが完成するのを待ちます。それでネックレス最後に作っちゃおうかな、ネックレスはもうねなんかシンプルなのがでいいやって思ってるんですよ、シンプルでいいやっていう感じなので、これ普通のあのチェーン2個分なんですけど、これをあ、絡まります。そうで怖いです。はい。落ち着いて。解読するのよ、マリネが。どこに絡まっているのか。どことどこが。絡まりました。あー、ボーカースさん。サインチキ、あー、ブルーレイありがとうございます。購入してくださってありがとうございます。サイン付きチェキが送られるので、あの、明日ぐらいに多分撮ります、チェキまとめて、ごめんなさい、皆さんにチェキをね書いて、サイン入りはあれです、おうちチェキみたいな感じのサインになります。ありがとう、もう一回、アーボカスさんありがとうございます、久しぶりですね、なんかこういうツアーのチケットを売ってきた時はこうあったんですけども、楽しみにしてます、ありがとう、自由に書くね、あ、てかこれ取れるやん、簡単に、楽しみ、森永のチェキはねすごいから、そうですね、ポスカでデコると思います、よいしょ、ただなんかこうおうちチェキは結構こういろいろこういう格好ってテーマ決めてやってるんですけど、
ブルーレイは特にテーマ決めてないですね。え、確かに。よいしょ。はい、ということで、ちょっと接着剤の方ここで待っててもらって、こんな感じでこう首につけられそうなチェーンができたのですが、これをちょっとなんか高級そうな形にしていこうと思います。またさっきみたいに土台とキラキラをくっつける作業に入ります。えよ、肩上がっちゃう、肩こりしちゃうわ。よし、待って、これはこれは、えいえい、あえいえい、よし、こんばんは。これをはめていきたいと思います。よいしょ、あ、いいね、このまま、よいしょ、あお、はい、怖い、歪みそうで怖い、あー、なんか全然違う話していいですか？全然アクセサリー作りと関係ないんだけど、ちょっとなんか最近思い出したことがあったの、ふと。だからなんかそれを、でもなんかあんまりこう話していい、いや別に話しちゃダメなことはないけど、なんかいい話ではないから、なんか話すかもやってて、でも面白いんだよ、すごい。なんかね、うちがね、小学生の頃、うちの小学生の頃はあれなの、うちのクラスだけ異常に人数がめっちゃ少なかったので、なんか小学校の時とか中学もそうだけど、クラス替えってあるじゃん。うちはさ、小学生の頃さ、クラス替えできる人数がいなかったから、6年間もう同じ友とクラスにいたわけっすよ。なんですごいみんな仲良かったの、みんな、とにかく。だからすごいよくみんなで公園とかで遊んでたし、誰かの家行ったりとかしてたんだけど、なんかとある噂が広まったんですよ、とある日に。なんか駅前で、なんて言ったらいいのかな、顔が包帯ぐるぐる巻きで、なんか包丁を持った男の人がうろついてたって言ってたの。でさ、怖って思うやん。でもまあなんかそんな嘘やろって思ってたの、うちは。絶対ありえないと思って、そんなアニメみたいな人が現れるなんて。でもなんかよくそのなんだろう、目撃情報はその出てたのよ、街で。で怖えって思ってたんだけど、とある日なんか、本当にぐるぐる巻き、私は見たことないか分かんないんだけど、で包丁持ってるから、怖い怖い、マジ怖かったねねみたいなあったんですよ。でもさ、それで終わらなくて、とある日学校帰りになんかこう緊急、なんかこうあれなの、速報みたいなのが入って、こうアナウンスで、でなんか今日はちょっと不審者が現れたので集団下校しますみたいなことを言ってたのよ。でなんか
あれ本当にあの噂だと思ってた包帯ぐるぐる包丁不審者がなんか本当に学校の周りうろついてたんだって。そう本当にいたの。うち絶対嘘だと思ってたやつが本当にいて、でなんかその日はあの月1とか週1各週だったかな、2週間に1回だか1週間に1回だか忘れたけど、クラブ活動の日だったの。うちはその時何入ってたかな、パソコンクラブに入ってたの。パソコンでなんかいろいろメッセージカードとか作れるっていうクラブ活動してたんだけど、大好きだったそのクラブ活動がそいつのせいで亡くなったんですよ。速やかに帰るので。私はね見てないけどなんか本当にいたんだって。だからなんかあ怖いなって思ったっていう話でもなんかニュース見てみたの。ニュース見てみたっていうか、なんか今になってこのさ話するとさ、うちの住んでる場所さバレるくねって思ってちゃんと調べたの。したらねまだ何のニュースにもなってなくて、なんか何してんだろうって感じ。はい、そんなこんなで言ってたらできました。あー何してんだろうね今その人。元気かな。元気なわけないか、そんなことしてたら。脳みそが元気じゃないきっとその人は。ちょっと待って、丸カンどこやったっけ。あった。怖いよね。なんか ちっせえ頃すげえ治安悪かったなって思います、今思うとね。事件にはならなかった。なんか誰かが襲われたっていうのは聞いてませんでした、まあ、だからこそなんかそんな一大事にはならなかったのかなって思ったりしますけど。皆さんも不審者には気をつけてください。やっぱ小学校って6年間あるからさ、なんか今思い出すとさめちゃくちゃ濃い事件いっぱいあったなって思います。はい、ってことでこんな感じのできました。よいしょ。それをちょっと待ってね、どう通せばいいのかな。こっちだから。こうか。逆さまに通して。通します。画面外でやるっていう、なんとも。難しい。ちょこまってなきゃいけない。新車に間違われないように気をつけます。大事ですね。よいしょ。はい、見てこれだけなのになんかゴージャスなネックレスになっちゃった。よいしょ、つけてみようと思います。お、どう？ちょっと今もう一個ネックレスしてるんだけど、どうこれ。もうちょっと短い方がいいな、位置的に。ここら辺、ここら辺の位置にいたいんですよ。これはちょっと短くできんかな。ね、なんか通販番組で売ってそうなやつじゃないこれ。通販番組とかもっとぼったくられる。これこれだって材料費100円ぐらいと、まあ300円あれば500円以内では確実にできる。これこれ短くできないかちょっと見てみよう。いけるかな。ちょっ
ちょっと頑張ってみよう、ちょっと頑張ってみようって。チョーカーほどまでいかないんだけど短めがいいなと思って。ああちょっと今から魔改造しちゃうぞ。よいしょ。魔改造、魔改造。ここら辺どうせんのか。ああ通せなさそうだな。あ、これ魔改造できないやつでした。どうしよう。まあいいや、普通にこの長さで使おうと思います。すぐ改造したがる。なんでもなんでもそう、なんでも改造したがる。そして壊す。ちょっと待ってね、やばいやばい。いろんなものを過去に接着したり切り離したりできましたが、まあ壊す。こんばんは、松井インティストですか。違いますよ、私は私が生きていく。あれどういうこと、どういうことってみんなが聞きたいよね。それな、ちょっと待って、本当に細かい作業すぎて。見てください、この見える、この先端にこれを通すんですよ。至難の業。ちょっと目バッキバキにしていいですか。目バッキバキ。めっちゃバッキバキで。行きました。やばい。やらかす。それを、あ、よし。通りました。通りました。ちっちゃいです。あとはもう簡単、5ミリぐらいの穴に通すだけ。うっ、いい、ほっ、 OK です。いや創造神ですね、私はどちらかというと、はい、これをブイッとブイッと OK おけす。はい、ということで、ね、簡単に1個ね作ることができました。簡単すぎていいんだろうかって感じなぐらい簡単なネックレス。これが1個出来上がり。シンプルな、シンプルイズベストなものができた。こっちはどうだろう。あ、こ、え、固まってるよ。こっちがもともとくっついてた方ね。こっちがほら力を結構力結構手がこう赤くそして白くなるぐらいまで力加えてるんですけど、くっついたね。見てよ、ほら、どう？ちょっとでかいかな。ちょっとギュッて。でかい？もしかして。どうすか？ちょっと大きいな、これ。ちょっと。サイズ調整。グイッてしてサイズ調整できんかな。怖いな。あ、え、聞いてください、見えるかな、ここ。なんと
ビーズが1個割れました。ここに来て、ここに来て、え、ビーズが割れるって、え、ビーズ割れるって、え、え、ビーズ割れるって聞いてない。ちょっとじゃあ接着剤でつけましょう。なかったことにしよう。これはこっちゃねー、心の叫び。よいしょ、うまくいけそう。接着剤ではめます。よいしょ。ちょっと不格好だけど、これ拭き取ればいいのか、竹串で。よし、接着剤でつけてなんとかなりそうなので、ちょっとまた放置します。そうですね、やっぱりこういろいろといろいろなものがつきものということで学べました。学び、これは人生において大事な大事なものですね。ちょ、じゃあネックレスだけつけて終わろうと思います。見えますでしょうか。あ、正面じゃない、でもキラキラすごい。ほら、これ絶対テレ、何、電話通販とかだったら高いお金取られる。ネックレスってこうさ、後ろで金具留めんのがさ、めっちゃむずくね。ああ、開いてなかったし。頑張ります。首細いね。全然細くないですよ、私。首太いからこうやって胸元の空いてるっていうか鎖骨が見える服を着て綺麗に見せてます。 OK。 あ、でもいいんじゃない。な、ちょっと1個もうつけてるんですけど、こっちは隠してる。隠す必要ないわ。ハートつけてるんですけど、どれくらいか、形でこんな感じ。しー、でも全部回らないよ、片手じゃ。でもうちさ、マジ首こりひどいんですよ。首のこりが、首のこりがひどいから、首襲われてもうちこのこりでガードできそうな気がするってくらいうち首硬い。どう？一つ使いだね。ちょっと二連で使えるやつがいいんだよね。もうちょっとやっぱ短い、二連だと短い方がいいんかな。こういう感じで。ガンムくん、いいね。ありがとうございます。両手。これぐらい？分からん。ネイルとネイルとネイルが重なってるからこんな感じ。ちょっと首長くしたいなと思って、うち頑張って姿勢を良くしてます。こんな感じでできました。あ、でもなんかちょっと後ろに、これ後ろにブッてやって、これブッて伸ばせば、ほら、どう？ちょっと首がゴージャスな人。そう、なんか胸元ってほどじゃないけど、結構最近この鎖骨が空いてる服っていうの、
着るので首元寂しいなと思ってちょっとネックレス欲しくて作ってみました。ってことでこちらは多分、でもどれがなんか接着剤つけたやつか分かんないぐらいにはなったわ。首エモね、エモエ多分もう大丈夫な気がする。これか、 いじんない方がいい。こういうのいつもいじってやらかす。はい、ってことでブレスレットはこんな感じ、そしてネックレスもできました。なので今日はこの辺にして、もうまあまあいい時間なので、あ、もう11時10分やん、早っ。結構もう1時間以上過ぎてましたのでこの辺にしたいと思います。告知をすると、今週末の日曜日におうち機会があるんですけど、なんと皆様のおかげでソールドアウトいたしました。ありがとうございました。ということで、待っててくださいと、あさってかな、あさって、あのアットジャムカフェの配信があります。皆さんぜひそちらについては詳細が分かり次第またツイートしようと思うので、私のツイッター見てください。そして、あ、待ってよ、うち大事なこと忘れてたやん。なんとインスタグラムに公式マークがつきました。イエーイ。はい、ということで望んだ、待ちに待ったインスタグラム、インスタグラムから認知もらっちゃったの、うち、ね、やばーい、やばいよー、インスタグラムから認知もらいました。認知もらってます、本当に嬉しゅうございます。まあ認知もらっただけでまだまだインスタグラムフォロワーいっぱい増やしていけたらいいなって思いますので、ちょっと写真をね撮っていこうと思います、いっぱい。なので皆さんもぜひインスタグラム、フォローしてください。そしてツイッターの方のフォローも待っております。私のツイッターの方にねインスタグラム貼ってあるんで、よかったらどっちもねフォローして見てみてくれたら嬉しいです。おう、ということでそんな感じかな。はい、じゃあランキング発表に行きたいと思います。ランキング発表は名前で、うちはあのよくあいう作文つけますので行こうと思います。それではちょっと今日は紙をね忘れちゃったから、ちょっとさっき使ったやつのこうちょっと裏紙みたいな感じで申し訳ないんだけど、ここにちょっと貸していただきたいと思います。3位の方、雪風かっこ函館ボーイさんから、ということで木風で今日行こうと思います。オーケー、木風で行きました今日は。そうですね、これは気持ちと心ん気持ちと体ってなんか同じだよねっていうのがこちら。気持ちが病むと風邪ひきがち、絶対心も最強になる。気持ちが病むと風邪ひきがち、絶対心も最強になる。あの病は気からって言うんでね、そんな言葉を今日は現代風に表してみました。おめでとうございます、ゆきかぜさん3位。それでは2位の方、
あ、ばばばばばば、ん？変わった？でもあれだね、前後しただけだね。はい、黒太郎さんだった気がする、ここ。なので太郎でいきますか、今日は。いきまーす。とですね、今日のこのタイトルは、渋谷に憧れるギャル。田んぼの世話ローテーション、ウキウキ渋谷。田んぼの世話ローテーション、ウキウキ渋谷。ということで、家の都合で田んぼの世話をしなきゃいけないんだけど、それはちょっとマジ下げだなって思うけど、でもマジ渋谷は最高っていうやつです。黒太郎さん、おめでとうございます。それでは1位の方はシローさんということで、シローさんいきたいと思います。行きたいと思います。タイトルは、これは気が気じゃない人って、気が気じゃない人です。タイトル、シフォンケーキロールケーキ、浮かれて爆食い翌日つらい。シフォンケーキロールケーキ、浮かれて爆食い翌日つらい、ということなんですけど、よくやっぱこう美味しいものなんか浮かれて、マジ行って無限だって言って食べたら、翌日罪悪感で辛くなるっていう、私がよくやることですね。私がよく爆食いして、うわー昨日やらかしたわーって気が正気に戻ってから気づくパターンですね。はい、でそんな感じでございます。ということでね、今日皆さん、あのランキング目指してくださったりね、ランキングに入ってくださった方、ありがとうございました。まーちゃんさんはね、わかんないです。それは、私はよくショートケーキロールケーキシフォンケーキに限らず爆食いして、翌日今日何も食べないようにしようってなる時があるので、気をつけてます。あ、黒太郎さん、これはクローバー、ありがとうございます。ってことで、皆さんまた明日の配信見てくださいますかって言ったら、やばともーって言ってコメントして締めます。それでは皆さん、また明日見てくださいますか。
じゃあこの後ツイッター更新するんで、あ、なんか待って、後でお休みっていうから、みんなもツイッターにお休みって書いてね。バイバーイ。